どうも、どうもだから、どうもにスケジューリングする、どうもスケジュール文人でーす。というわけでね、私はね、もう毎日スケジューリングしてね、365日スケジュールしてるようなね、スケジューリング男なんですよね。そう、やっぱりね、いつ何やるかっていうのをこう、全部、こう計画していかないとね、こう、例えば、じゃあ3日の日に何をやるぞで、こう、なんか打ち合わせーって言われて、で、こう、スケジュールに作り、どっかメモっていかないと。また、あれ、それは3日、あ、じゃあ3日の日打ち合わせって、こう、2つ3つ打ち合わせやっちゃったら、もう、体1個しかないからね。こう、もう、そこで、おしまいってなっちゃうじゃないですか。というとね、日々、こう、スケジューリングしてんだけどね、なんとね、もう、今年のね、スケジューリング帳がね、もう、なくなっちゃうんでね、明日で。そう、スケジュールって、こう、もう、これは2018年のスケジュールだからね。そう、もう、1年が終わっちゃうわけじゃないですか。だから1年が終わっちゃうってことは、この2018年のスケジューリング帳も終わっちゃうとかね、次のスケジューリング帳を買わなきゃいけないけど、なんとかね、奮発してね、買っちゃいました。1000円も出しましたよ、これ。来年のね、スケジューリング帳でーす。本当はね、これ、オレンジとかもっとこうカラフルなやつがいいかなと思ったんだけどね、昨日出会いました。ね、今までのスケジューリング帳はね、こう例えばこう、1日おきにこう1,2,3 こういうふうにあったんだけどね、たまにこうでっかくメモしたい時とかあるんでね、思い切ってこういうタイプにしました。今回のスケジューリング帳はね、そうこっち側にこう日付ごとのスケジュールとかこう、こう書いて、ここに大雑把この週はどうのこうのみたいな書けるっていうね、あとこう思いついたダジャレとか書けるようにね、こういう感じのやつにしました。でこれの優れどころはね、これはこう、こう全部一色体じゃないですか。こっちはなんとね、このね、このようにね、こう、月ごとにこう、もうこうやってね、こう、分類されてるから、じゃあ5月のスケジューリングはここだな、みたいな感じで、こう、こうやって出せる感じね、こう、こうじゃあ8月のスケジューリングは、これだな、みたいな、こう、感じで、なってんですよね。でもね、実は来年のスケジューリングもね、あるんだけどね、例えばここら辺にね、こう、来年のスケジューリングを書けないからもうここに書いてんだけど、これをね、こっち側に、こう、新年の作業としてね、こっち側に移すみたいな、そういうスケジューリングをね、こっちのスケジューリングから、こっちのスケジューリングを移すっていうのをね、これからね、やろうと思うんでね、この動画はこれくらいにしたいと思いまーす。というわけでね、みんなもね、来年もね、いろいろスケジューリングしてね、そのスケジュール通りにね、いろいろことを進めていったらいかがでしょうか。というわけでね、私もこれまたねスケジューリングしていくんで、この動画はこれぐらいにしたいと思います。それではスケスケスケ透けてないね、うん、こっち透けてないスケ、はい、それではスケ